立憲民主社民の石垣範子と申しますよろしくお願いいたします、えー、本日は四人の参考人の皆様それぞれのお立場から本当に貴重なご意見誠にありがとうございました、えー、時間もございませんので順に伺っていきたいと思います、えー、まずは小林参考人に伺います落納においてセーフティーネット機能が弱められてきた政策というご指摘がございましたけれども、えー 例えばこちらの資料にもございますように、酪農には丸金制度もないと、飼料高騰などには対応できないというようなご指摘がございましたが、なぜこの酪農にこういう仕組みが取り入れられなかったのか、どのように分析されてますでしょうか小林参考人。はいえー、と、多分それは先生方のほうがお詳しいんではないかと思うんですけれども。えー 私たちが10年前に酪農、えーまあ、マルキンのようなものを導入してほしいという要望を出しました時にさまざまな農水も含めてですねいろんな反応が返ってきたんですけれどもその中に例えば価格が公的に決め,て決められていないですとかあの例えば格子ですとか日給のような卸売市場がないとかというような話がありましたけれども。 全く理由にななってないんではないいいかとううふうに私は思いましたでなぜ酪農だけそんなに邪気にされるのかっていうのは実によく私もよくわからないところでありましてですねあの不足払い制度の時は、えー、あの時は旧蓄安法というのがありまして、えー、それがなかなかうまくいかないあの時は当時は養豚と乳製品の指定乳製品にあったんですがその中で指定乳製品についての 地漢法の,の機能というのがなかなかうまくないということで即売制度というものが入れられたということでそういう意味では当時はですね酪農に対して格別なと言いましょうかその当時のさまざまな苦境に対するカバーというものを生産者団体そして乳業メーカーもさらに国もですね知恵を絞って考えていただいたというのが。 なぜ今ないのかというのは、私よくわかりません。教えていただきたいほどです。はい、石垣紀子君。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、その酪農実際に、今、あのやなや、なさっていらっしゃる。金谷参考人に伺います。あの休みもなく、まあ、儲けもないということで、本当に、あのね、時代に。 ついでいくこと自体のためらいというようなお話もございましたけれどもまあこの休みがないという点において今何があると助けになるというふうにお考えですか金谷参考人ご質問ありがとうございますあの休みがないことにまあ原因問題点ということですけれども、えー、休みを取るための制度自体は、えー、ヘルパー制度とかそういったものがありますので あの今日も傍聴席にそういった方が来てもらってて応援はしていただいているんですけれどもそれを取る、えー、雇うための儲けが出ていないと単純にお金がなくて休めないというのが現状だと思いますありがとうございます石垣範子君、はい、ありがとうございます、まあ、儲けがないという、まあ、もしくはその何か、えー、収入保障の部分がないという点はいろんなあの参考人の皆様からもご指摘があったところだと思いますが 続いて新村参考人に伺いたいと思います。先ほどあの小林参考人のご指摘の中に霜降り進行からのま脱却 といいうごご指摘もございました、えー、まあ霜降りのものをも,もちろんおいしいとあの世界にもちろん評価していただけているという現状もありつつ、まあ、そこにあまりにも偏りすぎてはいないだろうかと緑の食料戦,戦略の観点からも、えー、この赤身のできるだけ低価格で今の日本の持っている資源を有効活用した肥、えー、育の在り方があるんじゃないだろうかと。 いうようなことだと思いますが、えー、今日のお話の中では、どちらかというと、養鶏のお点でのアニマルウェルフェアのご指摘が多かったと思いますが、もしアニマルウェルフェアの観点から、この現状の霜降り牛偏調の肥育の在り方に関して、ご意見があったら、ぜひ教えていただきたいと思います新村参考しもふり肉とアニマルウェルフェアって、あまりこう議論がされてないので、どちらかというと、牛だと、そのこう、 例えばその角をこう切る時にどうするかとか、まあ、痛みですとかそういった飼い方の問題ですのでそのまあ遺伝的にもう霜降うりになるっていう遺伝的なものに対してアニマルフェアはどうのこうのっていうのはあ,のあまり議論され、まあ、遺伝的なもののところでかなり決まっているのでそれをしっかりこうあの生産体系としてまあやるっていうのが、えっと、一つなのかなと思いますね。はいちょっと別な あの問題なのかなと思います。はい。石垣則子君。あの飼育の点から問題になるようなことっていうのは今のところないというような認識でよろしいですか。新村参考人。そうですその点についてはそうですね。あのしっかり、えー、と生産されているはずですので、牛については問題ないと思います。はい。石垣則子君。ありがとうございます。えー、続いて、えー、斉藤参考人に伺います。 さまざまな資料をご提示いただきましたけれども、あの消費者の方向けの広告ということで、これは何ページ、10ページに、SDGs の時代に日本の畜産農畜産物が持続可能な価格で売られていないのはなぜだろうというような、この広報がございました。サイト参考人はこの 持続可能な価格で売られていない理由をどのように認識されていて、その負担をどこがどのように負うべきであるというふうにお考えでしょうか斉藤参考人。はいえー、まず、牛、豚あ、卵につきましてはあ、コスト積み上げではなくて、 えー、いわゆる需給によって価格が決定していくという仕組みがございます。したがって、えー、コストを賄えている場合もあればコストを賄えていない場合も需給によって決定されてしまうということでございます。また落納においてはです、ね、毎年入荷交渉が生産者団体と 入業メーカーの間で行われるわけですけれどもその場面において決定したものが大きく変動した場合にですねなかなかそれをすぐにですねコスト反映できる仕組みがないと、まあ、いうことがございます現在酪農家が非常に厳しいのはですねやはり今現状のコストがすぐに反映できてないところで しかもそれがあまりにも急激にコストが上がっているというところで非常に苦しい状況に陥っておられるというふうに考えているところでございます。従いまして今後についてはそういったコスト変動をですねしっかりと反映できるような仕組み作りやあるいは反映する仕組みを作るにおいてもですねただ単に 乳業メーカーと生産者団体だけで決めていては、これは意味がないことで、やはり小売や消費者の方々、サプライチェーン、バリューチェーン全体でですね理解醸成をし、納得をいただいた上えで、値段を上げ,上げさせていただくような仕組み作りが今後、必要ではないかというふうに考えているところでありますす以上です石垣紀子君、はい。ありがとうございます あのもちろんあの消費者の方が理解をしていただいて、その価格の上乗せというところで、えー、受け入れられるという、えー、ところもあると思うんですが。 その受け入れられる幅がどの程度であるのか、普段日常生活で私たちがこう消費する食べ物があまりにもやっぱり高くなりすぎても問題があると思いますし、そういう点で、先ほどあの金谷参考人のお話からもありましたけれども、結局、入荷が上がれば経営は楽になるかもしれないけれども、入荷が上がるイコール牛乳の小売価格が上がる、それが消費抑制につながってしまう、それが牛乳余りになる、さらに経営が苦しくなるという、そういう悪循環に結局、 はこう陥ってしまうというところでもちろんあの生産者の方がその現場で努力をされているということはもちろんですけれどもやはり国が営農できる状態を保障する必要というのは私は確実にあると思いますその点に関しては参考人の皆様からもご指摘をいただいておりましたさらに小林参考人に伺いますけれども 地域集中化、大規模少数化することのリスクというご指摘がございましたが、この点に関して、ですね現状、ちょっとそのどの程度、今、そのリスクを抱えていて、どの程度までちょっと分散をしていったらいいのかという、あのこれは小林参考人のご認識で結構ですので、教えていただければと思いいます小林参考人はい、ありがとうございます。 えー、例えば酪農においても先ほど申しましたように、えー、と北海道が4割ということですけれどもあの北海道でも東半分しかが8割ですので地域集中がかなり進んでるということなんですね一方例えば、えー、ある県、えー、具体的に言いますと和歌山なんか数県ぐらいになってしまうという形で酪農以外にもです、ね、畜産農家が非常に減少していく養鶏でも2000を切るですとか えー、養豚でも3,000、えー、いくつですとかですね酪農経営も、えー、全体で1万、えー、1,000とか2,000ぐらいの数字になって1万を切るんじゃないかっていうぐらいになってると,ということは当然あの各地域においてはもうすでに私も、えー、と何年か前に各市町村ごとに酪農、えー、とか畜産がいない、えー、市町村の割合も出したんです今ちょっと覚えてないんですがそういうのがかなり、えー、あるような状況になってきてるということがあります。 でそのことがですねやはりあの一方では特産地化するっていうことのメリットいわゆる効率化ですとかそういうあるいは、えー、産地がブランド化するというふうなことはあるんですけどもそれは今まではメリットだったんですがこれからは、えー、農地の利用ですとか、えー、あるいはいろんなあの感染症難航を含めた天変地位に対する、えー、いわゆる強靭性という面では相当あのリスクが高いというそこを やはり考えながら推進していくということが必要ではないかということなんですね、ですから、えー、政策の力点というのが、これからリスクヘッジということにかなり重きを置いてやっていただきたいと、その一環として、畜産経営が全国にです、ね、市町村にどこにもあるということを実現していただけるような政策をやっていただきたいということがお願いでございます石垣典子君。 はい、いありがとうございますそのどこにでもというところで例えばそのなかなか耕作放棄地になった場所であるとかそういうところを活用して、えー、集落営農の中で農畜連携をやっていくというようなご指摘もございましたけれども。 あの先ほど、アニマルウェルファーの観点から伺いましたが、霜降り振興からの脱却という点に関して、今、政府で掲げている緑の食糧戦略の観点から、どういうふうにメリットがあるのかということをもう少しご説明いただいてよろしいでしょうか小林参考人はい霜降りの生産か、過度な生産に対して、えー、緑の問題との絡みということですよね。あの 霜降り、まあ、要するにあの肉牛ですと A5 ランクというふうなあの最高なランク、これはあの何を基準にするかといろいろあるんですけれども、やはり一番があの霜降りの度合いということで、えー、これは生産者が非常に苦労されて、その割合を、ですね英語の割合というの非常にあの高めてきたわけですね、これは、えー、安価な、そして品質が急速に良くなっている輸入牛肉。 例えば和牛っていうのは今日本の和牛じゃなくてオーストラリア和牛の方が世界的には、えー、スタンダードになっているっていう状況の中でですね、えー、その差別化を図るという意味で、えー、霜降りをどんどん高めてきたっていうことがあるそれは一定の成果なんですけれども次のフェーズを考えた場合は濃厚飼料を多給するっていうのは当然コストがかかりますし実は消費者もそれほど好んでいないんではないか。 というのののが私たちの調査の結果なんですねむしろ赤肉で肉を感じるようなものをおいしい赤肉を食べたいというそういうふうに変わってきているわけですからそれをやはりきちっと捉えた生産の仕方っていうのをやっていくっていうのが農耕飼料依存ではない自給飼料にあるいは草にですね依存するような生産の仕方っていうのはこれから消費者にも受けるような時代が来るんだろうと。 それを先取りしていくということが必要ですし、EU はそういったあの政策的に、えー、農法を転換してきたという、そういう30年、40年の中で,です、ね、そういうものを日本もこれからやっていただきたいということであります。以上です石垣範子君 はい、いありがとうございました。私も個人的な思考では、赤身の方が好きですのであの、そういう生産を含めて、日本の畜産も含めて、ですね、えー、より進行していけるように、参考人の皆様から頂いたご意見をもとに、今後も審議を進めていきたいと思います。今日はありがとうございました。野生の